ある日、獣医のエラドさんのもとに、友人のブロウィンさんから電話が入ります。ランカスターの施設にて、1時間後に安楽死される予定だった。一匹の犬エディを引き取ってきたところ、施設を出て1日経ってもエディはブルブルと震え、かわいそうなほどに怯え続けていたそうです。そのため、なんとかエディを救うことができればと考え、同じような境遇にいた犬たちの心を次々と開いてきた、獣医のエラドさんに、診察をしてほしいとのことだったのです。最初エディは、リードを見せた途端、怯えながら部屋の隅へと逃げ、お漏らしをしてしまい、さらに、か弱い声で恐怖を訴えたのでした。あまりにも怯えているエディに見かねたエラドさんは、エディを安心させるために、膝の上に乗せ優しく抱擁したのでした。すると、それまで怯えていたエディは、今まで緊張していた心が解き放たれ、身を委ねてきたのでした。特にエディのような4キロしかない小さい子にとって、施設ではきっと全てが恐ろしく感じられたことだろう。もし施設に行くようなことがあったら、こんな子たちを放置しないであげてほしい。エディのような全ての犬は、愛が伝わる抱っこを必要としているんだ。とエラドさんは話しました。エディはみるみる打ち解けて、伸び放題で毛玉だらけだった。毛の手入れも受け入れてくれました。一度は人間に対し、心を閉ざしてしまったエディですが、人のぬくもりによって再び心を開いてくれました。いかがでしたか？怯え続けていた心を癒してくれたのは、愛情あふれる人の抱擁だったのです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。ご感想など、お気軽にコメントください。チャンネル登録をお願いします。